さあ本日から始まりました家事散歩。皆さん知ってますよねこの散歩。誰も知らんかこれ。本日3月1日 J1 リーグホームス開幕戦する予定だったパナスタからちょっと散歩してみようかなと。本当だったらねものすごいファンのサポーター来るはずだったんですけど、今日は見てくださいこれ、誰もいない、これ誰もいないこれ。まあそんな感じで今日は行きたいと思います。スタジアムの中でなんかこう第1回目のスペシャルゲスト待ってるそうなのでちょっと行ってみたいと思います。もしかしたら海外選手の海外選手って言ってたような気すんねんな。家事散歩。いたいた。トゥドベ。コブエ。トゥドベ？ブラジル？はい、第1回目のゲストはもう皆さんご存知の通り、タイからの。スペシャルゲスト、チャナティップ選手に来てもらいました。サワディカー、サワディカー、両親統括選手です。よろしくお願いします。もう選手終わったけどね、もう OB なんですけど、選手って言われることもないね。24年間おめでとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。すいません、ちょっと番組から、はい、プレゼント用意しちゃって。名人といえばこれ、それこの黄色のレイソルカラー頑張らない、やばい。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。でね、もう一個あるんですよ。ゴミ袋、袋ほらちゃんとしてる、ちゃんとしてる。ありがとうございます。じゃあ後で開けるわ。いやほらこれ絶対喜ぶやつやん。いや閉める、なんで一回後ろ向いてもらって、そうやね、こうなったの、これそうこうや、そう早押しもらっていいですか。結んでもらっていいですか。これミョウさん、本物すぎるよ、なんか現地の人かなって感じがする。5分でこれかぶらされる。早い本当に似合うねん。早いここ来るの初めて。こっちのロッカー初めて初めて見た。そのでも撮っていいですよ。こっち来るのは初めて。見るのも初めて。なんかアンダー23の試合で向こうのロッカーとかは行ったことあるけど。一緒？アウェーと全然違う。そんな違うの？風呂もあんの？風呂ある。水風呂とお湯が言っていいんこれ。全然アウェーはもうシャワーしかない。シャワーしかないし、バスタブない、シャワーしかないし、ロッカーもこんな円形じゃないし、こんなウッド調の高級感ないし、そんな真っ白の普通の四角の、万博の時なんかもうやばかったでしょ、スタジアム。ひどいっていうかね。これに比べたらやっぱりね、もう全然違うよね。一人一人の椅子はもうあのね、プラスチックの、あの長い椅子、長椅子2人で使う、4、5人座れるような長い椅子。ほんでもう後ろにはあの簡易のロッカー、そうそう、細長いね、陸上長いやつ。あそこにみんな荷物ばっ入れて、それ床はもう硬いさ、ツルツルのやつやから、そうスパイク履いたら滑るっていう。そう滑る。だからもうみんなもうなんか
ね、赤ちゃんみたいなのがあるけど、こんな感じある人おはようございます。起立礼お願いします。お願いします。はい、では今日はですね、第1回目の講師を務めます大村なるみと申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。私はですね、じゃん、ファンクラブの仕事をしています。どんな仕事があると言いますと、3つ大きく分けてあるんですけど、1個目がじゃん、ファンクラブの商品を設計する仕事があります。商品設計、はいはい、これはファンクラブの入会特典をどうするかとか、そもそもファンクラブのコースをどういったコースにするのかっていうのを考えているお仕事です。一応毎年入会特典総選挙っていうのをしてまして、お客さんにどんな特典がいいのかっていうのを聞いていたりするんですけど、一番人気なのがリュックです。やっぱりスタジアムに来るときね、大きいリュックがないとね、ダメですもんね。そうですね、はい。2つ目がファンクラブの会員を増やすお仕事です。はい、まだ入会してない方に対してメールを配信したりとか、あとは入会キャンペーンを考える仕事をしています。じゃあガンバから来るメールは先生が作ってるんですか？そうです、そうです。メールもいろいろ工夫したりするんですけど、例えば開きたくなるようなタイトルを考えたりとか、あとは画像も季節、例えばクリスマスとかお正月に沿った画像を作ったりとか、あとはやっぱり選手とか監督にコメントをもらったメールっていうのはやっぱり反響が大きいですね。3つ目は何ですか？はい、ファンクラブの開放誌を作ったりとか、試合の当日のイベントを考えたりしています。ファンクラブのお仕事ってこう一つファンクラブを運営するだけかと思ったら本当にいろいろあるんですね。お客さんの声がダイレクトに伝わってくるので、そこもやりがいの一つだと思っています。勉強になりました。はい、カジ散歩。俺引退するときにこう来たでしょ、引退しますみたいな LINE が、あグループ組んでるじゃないですか。おったおった。みょうさん引退するのかと思いながら、いやもうちょっとやれるでしょう。無理無理無理、ね、さ、それ言ったら家事もし、いや家事の方ができたっしょ。いや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 、絶対。でも引退するときってどういう決意的な？いやもうね、練習が結構しんどかったよね。練習をついてくのがっていうか、まあ、フィジカルの練習とかあるでしょ。それでもこのタイムに入れとか、そういうのがもう結構自分の中でしんどくて、でも去年1年間はもう最初からやるって決めてたから、うん、精神的にこう続けれたけど、あこれ来年1年できるかなって考えたら無理やわってなった。あでもね、まあ、まさしく一緒やね。なんか1年間しっかり準備して、うん、同じ気持ちで練習取り組んで、うん、試合にも取り組んでて、結構な覚悟わかる、わかる、そういうのはいるけど、1年間通してね、そうそうそう、1試合とか、そうこの1試合だけとかなら全然できるけど、1年間通してサッカーにこう自分のね、そうそうそう、メンタルとこう体がこうついていくのかっていう、体がしんどい、それも痛いとかもケアしながら我慢したり回復したりしながら毎日ベストに持っていくっていうのが、もう多分は1年、来年1年無理やなってなって。え、決意した時どこで決意したの？いや、普通に、いえ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 、俺ベッドの中やったな。ベッドの中でこう見て、あ、もう引退しよう。で、涙がポロ。出てない、出てない。出てなかった。俺はなんかこう、チームから一応来年も契約は一応したいですとは言われたけど、まあでもちょっと考えてって早めに言われて、でもし辞めるならなんかクラブとしてもいろいろこう準備はしたいのでって言われて、1週間ぐらい考えて晩ご飯をこうやって食べながら、ああ辞めるわって奥さんに、うん、俺
まあ、最初から言ってたけどね、こういう連絡あって。その時は何食べてたんですか。もうご飯こんな大きい。やっぱり。めちゃ食うよね。めちゃ食うよ。帰りのね、アウェイの新幹線かな。俺バンと一緒だったっけ、あの時。美穂さんがめっちゃもう疲れた。うわ、めっちゃ疲れたって、全然食欲ないわっつって、めっちゃ新幹線乗りながら、うわ、そうなんや、美穂さんめっちゃ疲れてるやん、言ってたら、パッて後ろ向いたら、ハンバーガー食ってる。ハンバーガーって。カツサンド。カツサンド。また油のすごい。よくね。すごいね。しかも1年残ってて、よう、あれやんね。やっぱこういうとこが男気やんね。やっぱり自分のやっぱり許されへんだよね。そうだ ね許されへん、うん、俺も1年間残ってたからな、やっぱ一緒やね。それだって俺よりもっと若い時やん、まあ、おっとって言って、まあまあまあ、そうやね、まだ体動く時じゃん。そうやね、確か